手チャンネル。はい、こんにちは。今日はですね、ご紹介したいものがあります。それはですね、今年の夏、6月1日から8月31日まで、フィジフィルムフォトズさんで応募していた、あなたが主役の写真展2021っていうやつに、インスタグラム部門で、トルちゃんの写真を応募しました。イエーイ！でですね、この応募した写真は、全国の10会場でですね、東京、札幌、仙台、石川、名古屋、大阪、広島、愛媛、福岡、沖縄の会場で、はい、応募した方全員飾ってくれるというイベントがあったんですよ。でですね、そのテーマがですね、お写真のテーマなんですけど、4テーマありまして、最高の仲間、大切な家族、おうち時間、誰かに見せたい景色のインスタグラムで応募しました。はい、トルちゃんのインスタグラムはこちら。はい、それからそれからトルテチャンネル。はい、大阪会場は10月29日から31日、こちらで飾ってくれてたので、ママだけ行ってきました。こんにちは。今日は大阪のグランフロントにやってきました。今日の目的はグランフロントでやってる富士フィルムフォトズさんがやってる展覧会を見に来ました。お家で待ってます。行ってみたいと思います。じゃーん、トロちゃんいました。とこちらチェキいただきました。かわいい。帰ってゆっくり見たいと思います。それからそれからトルテチャンネル。ここで飾ってくれてたお写真がなんとトルちゃん当選しました。イエーイ。インスタグラム部門で4テーマ全部応募した人の中から10名がもらえる当選の景品があります。イエーイ。それがなんと届きました。すごいよこれ。見たいと思うんですけど、じゃーん。はーい、こちらフィジフィルムさんから届きました。すごい、こんな感じ。すごいですね。これは、はい、あなたが主役の写真展2021インスタグラム部門ウォールデコ当選のご連絡。イエーイ。これなんとスクエアミニサイズカジュアルタイプってやつらしいんですけど、1枚2530円します。これが4枚届きました。
早速開けていきたいと思います。チャンネル登録、父ちゃん開けるよ。ダダ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 、あ、すごーい、かわいい。じゃーん、見てください。これテーマ何やったかというとですね、最高の仲間というテーマで応募しました。何があって多分皆さん思うと思うんですけど、これ見てください。ママが嫌いなセミさんです。夏の仲間といえばセミさんですよね。その仲間と一緒に撮った写真でーす。はい。続きまして開けていきますよ。じゃ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 ん。わー。わー、かわいい。見て。ほら、これ。これは可愛いですね。ひまわりと一緒に撮った、琵琶湖の函館山で撮った写真ですね。はい。こちらは、大切な家族で応募しました。もう全部トルちゃんの写真なんで、全部大切な家族なんですけど、もうこの顔、超可愛かったので、はい、親バカなんですけど、こちらで応募しました。続きまして見ていきますよ、どんどん。はい、トルちゃん、じゃーん。わーお、じゃーん、こちら、おうち時間。応募しました。これはドギーボックスですね。ドギーボックスのおもちゃのハンバーグに挟まれてるトルテバーガーです。しまして、じゃーん、お、これはまたまた琵琶湖函館山の写真なんですけど、かわいい、すごいいい景色だったんですよね。こちら琵琶湖函館山でワンちゃんも一緒にね、あのリフトじゃない、ゴンドラに乗ったりとか、リフトにも乗れます。こちらは誰かに見せたい景色ということで、皆さんにお見せしたい景色でした。すごいよねこれ。あ、見てこれ、後ろもなんかこんな感じで、え、これどうなってる、こうだ、すごい、この穴に刺してこうやって立たせたりできるんだ、すごい。そしたらこの後ろの壁にちょっと飾ってみたいと思います。それからそれからトルテチャンネル、じゃあ見てください、飾れました。こんな感じでピクチャーレールからぶら下げてみました。フジフィルムフォトズさん、ありがとうございました。かわいい、おしゃれですね。よかったら普通に、お写真を使ってこんな感じで注文をすることができるみたいですので、よかったら概要欄見てみてください。それからそれからトルテチャンネル、最後に皆さんにお知らせがあります。はい、この度なんと LINE スタンプできました。こんな感じ。はいですね、めっちゃ可愛くできました。なんとこれはですね、 LINE の、まあ、公式アプリで LINE スタンプメーカーっていうやつがあるんですけど、それで作りました。タイトルがトイプートルテくんのヘビロテスタンプ。はい、毎日使えるスタンプが揃ってるので、よかったら見てみてください。50コインもしくは120円で16個買えます。よかったら購入してくださいね。これからもトルテチャンネルをよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。